父上、勝頼様がお見えになっています。我らにお声掛けくださいました。そうか。兄君を失われておつらいでしょうに、優しくしてくださいました。勝頼様の兄上様はどうなさったのですか。ゆえあって遠くへ行かれたのだ。そうなのですか。我ら兄弟はそのようなことはありませんよね。ずっと一緒です。ああそうだな、雪村。あらあら父上、見つかってしまいました。武家の娘があまり気安く外を出歩くものではないぞ。屋敷に閉じこもっていては気詰まりですもの。城下も賑やかになり楽しいです。仕方のないやつだ。信行と雪村の面倒も見てやってくれよ。私などが口を出さずとも、あの子たちは日々鍛錬に励んでおりますよ。早く父上のお役に立ちたいと願っているようですね。子供は子供らしくしていればよい。ではそのように言ってあげてください。そのうちにな。お役目ですかな。すでに勝ちは見えておる。今川家臣である瀬名殿と朝比奈殿がこの真田の里に来ている。話が漏れてしまってはことだからな。万が一他の今川軍に遭遇した場合は、一人も逃がしてはならぬということですな。内決めにお任せを。なんだと。
愚策である。いい。愚策である。それは…仕掛けておいて言えたことではないが、愉快ではない。当家には無縁であってほしいものだ。若、わしは生涯真田家に尽くす所存ですぞ。そうだな。お前の気持ちはありがたく受け取ろう。そうか。
いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。できましたぜ。また来てください。嬉しい。